旧料亭、金イサム金イサムは、秋田県の白市柳町にあった老舗料亭及び、その建物、国の登録有形文化財に登録されている。現在は、観光交流施設の白市旧料亭、金イサムとして開館している。二階廊下より二階廊下大広間、庭園庭園の白市中心部の柳町に所在する。1890年に料亭として創業され、 1937年に本館が現在の建物に建て替えられた。天然秋田杉などを豊富に使用した建物は、木都として栄えた野代市を代表する歴史的木造建築物として評価され、2000年10月に国の登録有形文化財に登録された。長く市民の商談や会合の場として使用されてきたが、2008年8月に諸事情により料亭は廃業した。 その後建物の保存を求める動きが高まったことに、加え、経営者の今後も何らかの形で市民に利用してほしいという意向もあり2009年3月に建物と敷地が野城市に寄贈された。試験的な無料公開を経て、2013年12月に観光交流施設、野城市給料亭、金イサムとして開館。 天然飽きた杉の漁材を余すことなく使用した上品な作りなど館内を見学することができる。また有料で部屋の貸し出しを行っており、部屋で食事の手配やイベント会場としても利用されている。7つの入りもや作りの破風の重なり合った木造2階建て鉄板武器で枯山水の庭園を有する。建築面積469平米。 延べ床面積1565平米、土地3356平米。1936年から12年にかけて、地域の企業らを中心とした、講演会や野城営林所などの協力を得て、東京の大工と地元の大工によって建設された。建築にあたっては、野城の木材加工技術の紹介も兼ねて、後世に残るような野城を代表する建物に、 死体との意向があり、選び抜かれた材木と日本建築の技巧が随所に見られるものとなった。2010年には改修工事並びに耐震工事に向けた調査がされている。1956年厨房の増改築とともに玄関の位置を変更した。手前天井は中板目天井板のメスカ縛りの縦使い、奥の天井は殴り加工の日本組み合わせの草園に、 中板め天井板の横使いにもくすか縛り等を施し、既存建物との調和を図るため造作材などの使い方に異常性が伺える。中広間42畳と小広間14畳合わせて56畳の広さで、特に一本の秋田杉丸田から5枚採在された、長さ30尺、元口幅約3尺チ0 0 c m から 80cm の注目天井板で、 今では入手不可能と言われる一品、投資柱などに必要な10メートルの長尺材を採在するために潜伏した中の一本を小引きにかけて割ったところ小節一つない垂直で注目の材面が現れた。滅多に見られない両材で柱材にはもったいないと言った材に一人材面に傷をつけないよう飛びなどの道具を使わず全て人力で 森林鉄道のトロッコまで運んだと言われる。2階の大広間は10件5.5件の110畳に、舞台の49.5畳を加えた159.5畳の大空間で、天井は一面希少な天然秋田杉の注目を利用した秋田杉全面目4畳半式理角天井で構成され、圧巻とされている。この全面目は秋田杉流木の根元の方を6尺に玉切りした。 丸太から採在したもので、根元直径が2メートル級の丸太が使われた。梅田棟梁自ら作った総ヒノキの箱舞台だったが、歌舞伎座の野城公園の土に貸し出したため、傷が多くなり、現在は作り付けになっている。背景の松の絵は、坂田氏の絵師が一晩で描き上げたものと伝えられており、松の絵の前に、三味線やンや鼓の学士が座る台を置くため、根上がりに描かれている。 真幅のガラス入り障子は、簡素な作りと大きさが大広間にしっかり馴染んでいる。建具の製作は、地元の建具職人に任され、その技術、衣装は高く評価された。幅五軒半、床沼の,の製作は、東京の大工に任されたところ、竹と木の根を編んだ、大きさといい、京都まで出かけて探し求めた大変珍しい、初院時期の置物。 床柱は大空間の中で存在感のあるものをということで、方々に問い合わせ、と和だ湖畔から切り出された板や貝で、原木のまま搬入されたので丹念に、5つの小部屋は位置により、間取りや天井、床の間などにそれぞれの特徴を表している。これらの細工は地元の大工には難しく、東京からの大工に任せて作らせたもので、 梅田棟梁はその出来栄えを称賛している。広さ8畳。当時の最先端技術であったマサキ板を張った柱や超マサキ天井板などの見本として作られた部屋。当時すでにの代しろにはその技術があった実証として、初期の超マサキ製品は貴重なもの。広さ12畳。欄間の割り氷の文様が特徴的。この部屋だけは出入り口が二箇所ある特殊な作りで、 政治家や乗客が会合や商談に利用した部屋。万字張りの折り状天井は木板や絞り丸太、網ろ網などが使われている。広さ10畳。天井板がまさき板とカバで分かれている紙座と下座がはっきりしている点が特徴的。改築前の大正時代に作られた部屋。大広間で開催された以後本因防災にゆかりの品々を展示している。 昭和54年に改築した中広間で、取り継ぎ、洋間とは質で構成されている。江戸時代から一思想伝の技により継承されてきた、野城の伝統工芸品春景塗りのほか、現代の名工、武田久夫試作の組こと、ありがとうございます。